風が今日は強いですね。皆さんこんにちは、タケチャンネルのタケです。今日はですね、前回新保製作所の新型薪ストーブローズをですねご紹介しました。今回はですね、実際にテントにインストールする動画をちょっと上げてみたいと思います。でですね、じゃん。今回使用するテントはテント幕デザインさんのこのサーカス TC ですね。皆さんおなじみのサーカス TC でですね、実際にどうやって薪ストーブを組み立てて、そしてテントにインストールしていくかっていうところを撮影していきたいと思います。で、今回の動画では火入れは一切しません。ですので、組み立てとかテントの中にどうやって入れてるかとか、そういった基本的なところをですね、疑問に思われてる方はぜひ最後まで見ていっていただきたいなと思います。それではですね、早速テントの方をまず設営していきたいと思います。はい、で今ねちょっとセンターがずれてしまったんですけど、サーカス TC はね、フロントと背面にダブルジッパーがついてるので煙突穴っていうのはないんですけど、このダブルジッパーを使って、煙突を挟んでいくようなイメージで、煙突今から入れていきたいと思います。今回持ってきたストーブだったり煙突のパーツを全て紹介したいと思います。で今回持ってきたパーツなんですけど、前回の動画より点数が増えてます。まずはこの薪ストーブですね。新保製作所の2019年の9月下旬に発売されたものです。で、この中に今入っているのが前回使った状態で今入れているんですけども、はい。で、この薪ストーブなんですけど、フロントとサイドから煙突を入れることができて、外線で行くとですね、これが39センチ。なりますんで、まあ、30センチの一尺間であれば中に入れることができます。半直でも45センチになっちゃうので、半直の煙突はちょっと入れることができないので一尺でね購入してます。はい。で今回持ってきた煙突なんですけども、まず下から行くとですね、106のダンパー、して、直角の106のエビ反りですね。そして106から80に変換するレデューサーって言われるものです。で、この80ファイの直径80の煙突が5本、一尺は30センチなので、これが5本、 1.5 メーターですね。で、サーカスがですね、高さが280センチ 2.8 メーターあるので、まあ、ストーブにねこういう足長さん、オプションのパーツなんですけど、足長さんつけると20センチぐらい上がるので、まあ、こういうオプションでね、底上げすることもできます。で、トップなんですけど、おなじみの H トップですね。まあ、キノコが衝突する箇所が多いので、まあ、膜には優しい、トップと言われて購入してます。今回新たに持ってきたものなんですけど、106の一尺管です。これが5本。で、この5本と一尺5本を、このレデューサーで組み立てていきます。それから皆さん多分気になると思うんですけど、膜と煙突が、まあ、干渉する部分に関してはこういうラス編みをつけていきます。このラス編みはですね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、ここに蝶ネジが入っていて、ボルトで煙突を固定していく。これが上下に、2つずつついてます。こういうのって DIY でも作れるっていう情報がたくさん流れてはいるんですけども、まあ、ちょっと今回時間がなかったのと、で一応今回はですね、このナス編みの蝶ネジがこれ付属で入ってるんですけど、煙突がですね106の煙突じゃないと固定できないようなボルトの長さになってるので、もし80ファイの方でナス編みを使用したければ蝶ネジを延長させる必要があるということです。はい。煙突って結構こうやってはまるんですけど、簡単にこうやって動いちゃうんですよね。でこういうところにはこういうホースバンド、SI バンドとも言うんですけど、
ホースバンドを使ってドライバーか六角レンチで煙突を外からですね圧着させていくという感じです。じゃあちょっとつけていきましょう。はい、外から見たらこんな感じですね。はい、ここまでが106系なんで、下はねこの蝶ネジで今止められてるんですけど、上だけこのラス編みはねボルトを今つけれてないので、ちょっとずれてるんですが、こんな感じでね、テントにインストールして、でここが、テントと干渉する部分なので、しっかりねこうやってラッサー見つけてあげれば、あとはここのジッパーで煙突は固定することができます。でこの足もですね、僕のこのストーブだとこの足長さんっていうパーツで底上げしてあげればですね、支点が同じ高さに調整できるので、これでね、もう一つ支えを作ってあげることもできます。サーカス TC でやってるので、多分張り綱をする必要はないのかなっていう、ちゃんと2点で、支えられてるので、煙突が倒れてしまうってことは多分ないと思います。はい、よいしょ。はい、それから106と、80で分けてる理由なんですけど、2つあります。で一つはですね、煙突を出した時に80の方が僕はかっこいいと思ってるからです。結構ね違うんですよ、太さが。ストーブの出口が106なんで、106はね、免れない。初めからこういうレデューサーをつけてしまえば、まあ、全て80で対応することもできるんですけど、それでもねこの5本5本で購入してる理由っていうのがありまして、それは収納時にこうやってね重ねることができるからですね。これ今5本買ってるんで、全てにねこうやって重ねていくことができます。こういう風に、はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、天幕デザインさんのサーカス TC に、シンボ製作所のローズという薪ストーブをインストールする方法についてご紹介しました。別の幕とかではこういうねワイヤーだったりホースバンドを使って煙突を張り綱していることも見受けられると思います。まあ、あのテントの材質だったり形状によっても全く煙突の出し方って変わると思いますので、もしまた機会があれば別の幕なんかでも、こういうワイヤーガイロープを使うようなね動画をアップしていきたいなと思いますので、また何かご質問だったり意見があればコメント欄に記載していただければなと思います。ということで、次回はですね、いよいよです。竹チャンネル史上初、というか、竹初の、ゴーアウトキャンペーンをしてきます。はい。まあ、冬のゴーアウトもね、ふもとっぱらでやられるということなんですけど、冬のふもとっぱらって相当寒いらしいですね。これがね、体感で行くと、なんか唐沢だったり、そういう、アルプス級の山よりも寒いと、言われているので、まあ、しっかりねこういう薪ストーブなんかで暖房ね暖房器具しっかり持ってって、暖をね取っていきたいなと思っています。ということでね、ゴーアウトキャンプの様子もバッチリ撮影していきたいと思いますんでね、皆さんまた次回の動画楽しみにしていてください。今回の動画が参考になればグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイ。